それではただいまから令和元年度第26回市長記者会見を始めさせていただきます。はい、お疲れ様です。2月6日に予算と組織、そして2月13日にグランドデザイン2040、そして酒井財務戦略を発表させていただきました。今回、本日はですね、その第3弾としまして、週2個検討してきた内容が言ってまとまりましたので、そのご報告をさせていただきたいと思います。3点ありまして、1つは世界遺産の魅力創造ロードマップ、2つ目は堺市の ICT 戦略の骨子案、そして3つ目は職員がですね、働きやすい環境となるための人事制度の見直しというところです。まず世界遺産の魅力創造ロードマップです。こちらですね、昨年の7月に元古市古墳群が世界遺産登録をされまして、就任以降予定していたガイダンス施設というものを中止することを発表しました。これまでその堺市の政策というのはどうしても点で考えられているものが多くてですね、ガイダンス施設に多くを頼っていた部分があるんですが、やはりこれだけの大規模な元古墳群ということですから、エリア全体でしっかりと今後のプランを考えていく必要があるんじゃないかという思いで、両副市長をですね、リーダーとしまして、この間、世界遺産の創造、魅力創造に向けて内容を考えてもらいました。将来像としましては、未来へ継承していく全国16万基の古墳の聖地ということでして、今回世界遺産に選ばれた元古市古墳群は45件49基なんですが、日本全国には約16万基の古墳がありまして、これぜひ、その中でも一番大きいものが仁徳天皇陵古墳なんですが、その仁徳天皇陵古墳が所在する堺として、ぜひ、全国の古墳も含めてですね、これからどんどんと発信をしていきたいなという思いで、このような将来像を描いております。コンセプトとしましては、魅力を存分に発信をする、そして国内外から訪れる方々をおもてなし環境を整える、そして3つ目、民間の経営環境を生かして運営をしていくということになります。その上でですね、まず今年からも、今年度令和2年度から次年度から実施する内容もあるんですが、2025年そして中期として2030年、2つの時間軸で検討を行ってまいりました。この図にあるオレンジの囲んであるところがですね、2020年度令和2年度で着手をする、実施をするものになっております。これらもすでに基金も含めてですね、説明をさせていただいております。合わせてですね、例えば堺には市政100周年を記念して作られた、立派な日本庭園がありましたり、都市緑化センター、あとは広い芝生広場もありまして、この辺りの地域を活用できないかということも考えておりまして、この大仙公園という場所をですね、もう全体を活用しながら魅力向上に努めていくようなことを検討をしております。お手元の方にはこのロードマップの本編がお配りをしていると思いますので、今概要ですが、後ほどまたじっくりとご覧いただけたらと思います。はい、いきますかね。はい、2030年度、2025年度までというものはもう今白枠にしていますが、2030年度のイメージとしてはオレンジ囲みのところでして、この中で特にですね、モズ駅周辺、この辺りは降りてくる方、電車を利用して降りてくる方がお迎えする空間として、広い広場を整備しながらですね、そこから仁徳天皇陵古墳まで、空間を実感をしていただくエリアにしたいと。そしてこの大仙公園内をですね、今水素自動車の実証実験もしておりましたが、次世代モビリティ、例えば電動シェアバイク、キックボード等を活用しながら、このなかなか広い公園ですので、移動をですね、未来を感じさせるような新しい乗り物をどんどんと使って巡っていただきたいなと思っております。そして古墳群関連資料、古墳群の関連資料の閲覧とありますが、これは今中央図書館がありまして、中央図書館が1971年の建設ですから、まもなく50年を迎えます。2030年にはもう60年ということですから、
この中央図書館をどうするかというのを今まさに検討中ではあるんですが、まあ、こちらですね、せっかく、まあ、この大仙公園、モズ古事古墳群、モズ古墳群のエリアを訪れていただくんですから、まあ、考古学的な資料であるとか、まあ、貴重な古墳群に関する資料を集めた場所にできないかなというふうに考えております。そしてまあ、おそらくこの中で一番注目をされるのが左上の仮称境ミュージアムというところです。今堺市博物館があります。1980年の建設になりまして40年が経過をしております。まあ、2030年の時点では築50年ということになります。まあ、今のこの博物館というのは当面は先ほど見ていただいた通りですね、まあ、拡充の運営ということで、まあ、ガイダンス機能ビジターセンターを設置するとともにより詳しく、まあ、古墳群の歴史そして発掘物とご覧いただくために博物館の拡充というのは今の時点でも行うんですが、まあ、こちらも施設が老朽化をしていますのでこの機会に博物館美術館を合わせてまでですねミュージアム機能を出したいなと。これは今堺市駅前にあります文化館のミュシャアルフォンスミュシャ、まあ、世界的にも有数のコレクションを堺市が保有をしております。これはカメラの土井の土井君雄さんのご遺族からお預かりしているものですが、これがあったりこちらヒストリックカーですね、 BMW のヒストリックカー、こちらも土井コレクションとして、有数のものがありますので、まあ、堺が保有している堺が今さまざまな方々からご支援をいただいたり寄贈をいただいた貴重な美術品を、まあ、収蔵しながらそれを展示できるような機能を合わせて持ちたいなというふうに考えております。まあ、できれば今の今度は気球の試行実施をします女子大学の跡地というところを活用しながらですね、これもまあ、行政がすべて作るんじゃなくて民間の力を活用しながら、まあ、複合施設みたいな形で行政の支出が少なく実施できるようなことをこれから検討してまいります。まあ、今ハード面特にハード面を中心に2025年2030年の計画を今お伝えをしましたが、まあ、全国16万基の古墳の聖地という意味ではですね市長に就任してからいろんな知事や市長さんからうちにも古墳あるよという引き合いをよくいただいておりまして、今年一つイベントとしまして古墳サミットというものをできないかなと検討をしております。まずはその大阪関西からそして、まあ、日本というところも含めてですね、まあ、全国にある古墳をつなぎ合わせながら、まあ、その中でも世界遺産モズ古事古墳群をどんどんと PR していきたいというふうに考えております。はい、ここまでが、世界遺産魅力創造ロードマップです。続きまして ICT 戦略骨子こちらについて引き続きご説明をいたします。この間プロジェクトチームを中心に検討を進めていただきました。大きく分けて3点でして、まずは、まあ、今まで堺市役所の中に ICT のチームというものは先進的なものをどんどん取り入れていくようなチームというのは少し機能は弱かったように感じておりますので、 ICT を使いこなすための技術そして体制ですね、まずは体制を整える、そして、技術、新しい技術が、まあ、今どんどんと生まれてきていますから、それを取り入れながら行政が活用できるための技術、そして、まあ、以前、68万人分の情報流出という、まあ、大きな不祥事がありましたが、そういうことを二度と起こさないと、 ICT を活用するということとセキュリティを高めるということは、もうこれはもう裏表で欠かせないものでありますから、セキュリティ機能にもしっかりと力を入れていく、本庁この堺市役所だけじゃなくて外郭団体また指定管理等の関連団体にもそれを適用しながらですね、しっかりしたセキュリティ対策を作っていきたいと考えております。そのための体制としましては、今回4月からICT イノベーション推進室を設置をいたします。これは組織のところでもすでにご説明をさせていただいておりますが、そのうち3つの担当課を設置をしまして、まずは全庁横断的に今堺市役所で行っているさまざまな事務事業 ICT 活用できないか、新しい仕組みを取り入れて住民サービスの向上を図れないかということを担当するチーム、
そして実際にそれを導入するにあたってはなかなかその所管の部署ではノウハウもないパワーもないところがありますので、担当の所管部局と伴走しながらですね、乗せ上げまで行っていく推進担当のチーム、そして情報インフラ、この体制を整える、基幹インフラの運用、そして保守をしていくようなチーム、この3つが中心となってきます。そして、まあ、この戦略に関しましては堺市の ICT 推進本部会議というものを設置をしまして、私が、まあ、トップとなりまして、市長のトップマネジメントのもと堺市の ICT 戦略を遂行していくというようなことを行ってまいります。はい、まあ、技術に関しましては、まあ、今までアナログの仕事も多くてですね、まあ、これはずっと続いてきたものですが、なかなかデジタルに切り替えられなかったという側面も多くあるように感じていますが、まあ、手続きのオンライン化であったり、まあ、ペーパーレス、まあ、議会の皆さんにも協力をしていただきながらですね、まあ、よりデジタル化を進めていく、仕事の効率化を進めていくということを行っていきたいと考えております。ICT を導入するにあたっては、これはもう新しい技術を入れるだけじゃなくて仕事のやり方を見直していかなくてはいけません。まあ、これまでシステムを入れるときというのは、カスタマイズをどんどんとして、その仕事のやり方にシステムを合わせると費用がかさんでいくんですが、まあ、今は様々なシステムがありまして、パッケージ化されていますので、まあ、仕事のやり方をよりシンプルに共通化をしていくということを行いながらですね、これをぜひ堺市全体で ICT を使いこなすという挑戦をしていきたいと思っております。お手元に資料をお配りしておりまして、公募を行ってきました内容についてペーパーがあると思いますが、これまで ICT イノベーション推進室、そして広報戦略部、東京事務所長の公募を行ってまいりましたが、町内公募を行ってまいりましたが、その方々が決定しましたので、今資料としてお配りをさせていただいております。最終合格者につきましては令和2年4月1日からの任用を予定しております。はい、こちらも今骨子の、本文もお手元にお配りをしていますのでご覧いただけたらと思います。そして3つ目、最後ですね、職員の働きがやりがいを高める働き方改革の進め、推進ということで、以前承認年齢を引き下げるという発表をさせていただきましたが、今回さらに踏み込んで、より堺市の職員にやりがいを持ってどんどん活躍してもらう環境を整えたいなというふうに考えております。大きく分けて、まあ、5点あるんですが、やる気のある職員がどんどんチャレンジができる、女性職員、子育て世代が活躍ができる、障害のある職員が活躍できるように支援を行っていく、そして、まあ、職員が持つキャリアを、まあ、存分に活用していく、さらに多様な働き方を支援していくという5項目になっております。はい、まず、はい、大きなところではですね、まあ、今係長級承認試験というものは30歳以上ということで規則になっておりますが、これを27歳まで引き下げたいと考えております。33歳から44歳の試験対象、これを27歳から39歳に引き下げてですね、まあ、意欲のある職員、どんどんと活躍していきたいなと、いただきたいなと思っています。係長級に承認される職員、承認を希望する、試験を受ける職員というのは男性では 85.2% いるんですが、女性職員は 51.4% と、かなり少ない状況であります。それも結婚や子育てという人生のイベントを考慮してですね、なかなか難しい環境になったのかなと思うんですが、30歳代から前倒しをすることで、ぜひ女性職員もですね、どんどんと昇進を目指していただきたいなというふうに思っています。この係長級への承認の最低年齢27歳は政令市の中でも一番若いということになっております。次に、これもチャレンジングな取り組みです。女性職員の役職者比率の向上、
まあ、女性活躍ということ、酒井もこれまで掲げてきたんですが、なかなか伸びてきませんでした。今本当にですね、まあ、議会や委員会を見てましても答弁する担当者は男性が多くてですね、まあ、局長級でも女性は一人だけという状況です。もうこれをどんどんと女性職員に活躍していただいて、まあ、男性目線での政策じゃなくてしっかりと女性の視点を持っていただいてですね、女性の視点を生かして住民サービスの向上を目指していきたいというふうに考えております。具体的には役職者比率、これを令和5年度までに 30%、 そして管理職の比率、課長級以上、これを 20% とするということにしております。今管理職に関しましては政令市20市中の境は15位ということになっております。役職者は20市中の9位、この役職者 30%、 管理職 20% を達成しますと、まあ、現時点ではありますが政令市の中ではどちらも一番の数字ということになります。まあ、一方でこれを進めていくためには、まあ、男性の意識改革というものが欠かせません。まあ、これまでまあ男性が多い管理職役職者の職場でですね、まあ、活躍できる女性がどんどん活躍できる環境になるためには、まあ、今までのその仕事のやり方というものを見直していくと。一つ大きなものとしては男性の育児休業というものも昨今話題になることが多いですが、こちらもですね、今堺市では 9.6% と、まあ、10人に1人も取れていない状況でありますが、これを毎年 10% 上げまして令和4年度には 40%、 この目標を達成をしたいと考えております。これらを実現するためにはですね、まあ、今の仕事のやり方というのも変えていかなくてはいけませんので、まあ、様々な実際にこれを挑戦しながら働きやすい環境、そしてしっかりと住民サービスを停滞させない、低下させないということを大前提として挑戦を行っていきたいと考えております。そして障害のある職員への支援、これも今まで以上に力を入れて行っていきます。障害というのはあるなしではなくて、実際にどのような障害を持っているのかというのは本当にその人それぞれで異なりますので、特性に応じた職務遂行サポートをできるような体制を行っていきます。チャレンジオフィスというものを庁内に設けて、働く職場での支援を行っていく。そしてチャレンジ雇用という制度、これまでも設けてはいたんですが、平成30年度は1人、令和元年度は0人ということでしたので、これぜひ多くの方に、障害を持つ方にも挑戦していただきたい、就職をしていただきたいという思いでですね、令和2年度の任用16人を目指して、こちらも行政がしっかりとサポートをしながら障害を持つ方々のチャレンジを応援していくと、支援をしていくという姿勢を示したいというふうに考えております。はい。そしてこちらですね、キャリアプラスとキャリアリターン、こういう名称をつけまして新たな取り組みをしています。今60歳で定年ではあるんですが、再任用職員65歳までということになっておりまして、まあ、この65歳が満了した後にですね、それでも働く意欲と、まあ、能力を持った方たくさんいらっしゃると思います。本当に60歳を超えても元気な方、たくさんいらっしゃいますので、65歳再任用の期間が終わってもですね、まだまだ働きたいという方に、これぜひ、70歳まで会計年度 OB 職員として任用する場面を設けたいなというふうに考えております。これも70歳までということになりましたら、政令市では唯一の取り組みということになります。もう一つ右側のキャリアリターン、はい、今さまざまな理由、転職、育児、介護等を理由にですね、本市の職員が職場を離れていくと、転職退職をするという方がいらっしゃいますが、せっかく、堺市の職員としてこれまで携わっていただいて、さまざまな事情があってですね、離れていただいて、その方がもしまた堺市に復職をしたいといった場合は、一般の方と同じようにもう一度試験から受け直すという状況になりますが、これぜひですね、一度離れて、例えば育児が落ち着いたと、介護が一段落したということであれば、
まだ転職してもですね、やっぱり堺市で働きたいともう一度思っていただける場合には、もう一度チャレンジをしていただきたい。そのためにですね、採用試験制度を見直しまして、それまでのキャリアを生かしながら、また復職をしていただける制度を作っていきたいと考えております。これも、政令市で他に実施しているところはありませんので、初めての取り組みということになります。はい。女性活躍、そして、男性の育休の取得ということを考えたときには、働き方の支援というものも欠かせません。在宅勤務、テレワークと、これは国でも推奨していますが、実際にどんどんとこれ挑戦をしていかなければ、今まで通りその職場にいて仕事をしなくてはいけないという考えも根強い環境もありますから、これぜひですね、積極的に導入をしていって、まずは今回7月にオリンピック・パラリンピックの軸に、全国的にはテレワークデイズということを踏まえられると聞いておりますので、これも全庁で実施をしまして、その結果を踏まえて、どのような課題があって、どのような場面で適用できるかということを検討していきたいなと思っております。右側のがん治療と仕事の両立支援と、がんにかかってしまった方がですね、今、通常の病気休暇が90日あります。そこにですね、その後、また、復職を、職場に戻ってきた場合、60日間の就業を行うということが条件となるんですが、ただ、こちらですね、がんの治療が一段落して、また戻ってきても、やはり定期的な、診断であったり、病院にかかることというのは、あり得ます。で、その場合になかなか60日間、当初のその年休だけでは足りない部分が発生をしてきますので、この病気休暇をですね、がん治療に関しまして、年度10日以内ということで、負荷をしましてですね、病気休暇を拡充をして、がんにかかってしまった職員の方でも、しっかりと治療をしてですね、また改善したときには、職場に戻って活躍していただける環境を作って、職員の意欲を、さらに持っていただけるような取り組みをしていきたいなというふうに考えております。今お話ししたさまざまな職場環境の改善、そして向上を実施しまして、堺市の職員の皆さんが、市民のために、そしてこれからの堺のために、意欲を、能力をどんどんと発揮していただける職場環境を整えていきたいと考えております。私からは以上です。それではこれより質疑に移させていただきます。挙手の上チャンネルをつけていただき、ご質問のほどよろしくお願いいたします。ご質問ございますでしょうか。すみません、時事通信の海田と申します。職員の働き方改革の点で質問なんですけれども、まず最初にちょっと確認なんですが、この20代からその係長級になれる承認試験の見直しおよびキャリアプラス任用、キャリアリターン採用というのは、これは来年の4月から行われるということでよろしいですか。そうです、4月からの予定で考えております。令和2年度ですね。今年です。令和2年度4月から来年度、今年の4月からということですね。はい、それでちょっと働き方改革のところなんですけれども、この男性職員の育児休業比率が一応令和4年度で 40% っていう目標を掲げていると思うんですけれども、この 40% っていう数字は、どういったことを想定して算出されたといいますか、なんか算出の根拠みたいなものっていうのはあるんですか。そうですね、今政令市の状況を確認をしますと、一番この育休の取得率が高いのは確か千葉市さんだったと思うんですね。千葉さんが 65%、 もうこの5年ぐらいでですね、本当に挑戦をされて、育休率上がっています。で、今堺市は 9.6% ですので、一気にそこまで上げることはなかなか難しいだろうと。ですが、ここはその男性の意識であったり、職場環境の改善ということも含めてですね、毎年 10% を目標としていきたいというふうに考えておりまして、例えば挑戦をする中で
まあ、今年は、まあ、いろいろと、まあ、ヒアリングを行ったり改善を行っても、まあ、数パーセントしか上がらなかったということであれば、まあ、その都度見直してですね、トータルとして令和4年度で 40%、まあ、ここまでは見直していきたいなというふうに考えております。まあ、最終的にはもちろんその 40% が、まあ、ゴールでこれでいいというわけではありませんので、これもですね、ゆくゆくはまずはこの 40% というのは当面の目標ではありますが、ゆくゆくは、まあ、これも政令指定ナンバーワンというところまで持っていきたいなと考えています。女性職員の管理職比率のところで、まあ、令和5年度目標が 20% というふうになっているんですけれども、まあ、こちら その女性職員の役職者比率を高めるために男性職員の育児休業などをまあ取っていくことによって、まあ、この女性を活躍しやすい環境にしていくみたいな話を先ほどされていたんですけれども、なんかそれ以外にその女性 この役職者比率を向上させるためにまあ考えていることとか、まあ、政策があればぜひ教えてください。そうですね、おそらく内閣府の調査だったと思いますが、なぜ女性職員が昇進を望まないのかという調査があったかと思うんですね。一つは、まあ、その責任が重くなるということがあったり、まあ、残業が増える、そして見本となるロールモデルがいないと、先輩職員でですね、そういうような方がいないという調査もあったんですね。ですからこのあたりというのはなかなかその今の環境でも、例えば局長級が1人であったり部長級も 6% 台だったと思うんですが、なかなかその部長や局長でバリバリと働いている方々が周りに多くいないという環境では、その将来の自分の姿に投影できないと思うんですね。ですから、まあ、ここはですね、もちろん例えば課長になる部長になるという承認があれば自分でできる仕事も多くなってきますので、ぜひ仕事のやりがいも感じていただきながら、一方で例えば子育てや、まあ、それはもちろん女性だけじゃなくて男性もどんどんとやっていくんですが、今なかなか難しい環境があるんであれば、そこも改善をしながらですね、まあ、女性が働きやすい、男性も女性も働きやすい環境を作っていきたいと思っています。もう一つなんですけど、20代から係長級になれるということなんですけど、27歳というこの数字には何かその意味というか、まあ、この27歳という年齢を選んだ理由というのは何かあるんですか？そうですね、まあ、22歳で新入職員と、で、まあ、5年経験をしてですね、昇任というところ、まあ、30歳だったらそれが8年になるんですが、27歳、まあ、一般職員で経験というのはまあ十分じゃないかなというふうに考えております。私が以前、まあ、サラリーマンを会社員をしていた時もですね、まあ、27歳28歳というところからまだリーダーであったり役職が上がるということでしたので、まあ、こちら、まあ、以前は局長級の年齢を下げるということもありましたが、まあ、その早くステップアップをしていただける環境、まあ、8年待たずともですね、まあ能力がある職員はどんどんと挑戦をしていきたいという思いで、これ試験がありますのでね、受けていただける年齢というのは27歳でいいんじゃないかというところで下げました。朝日新聞の加藤です。はい、大仙公園なんですけれども、2030年度のイメージにある堺ミュージアムというのを、まあ、女子大跡地を候補にやるというのは、これはすなわち今ある堺市博物館と、堺市文化館を統合した施設をここに作りたいということでよろしいんでしょうか？今の、まあ、堺市博物館は、まあ、おそらく、まあ、その場所で建て替えというよりも、まあ、これは大仙公園のエリアですので、まあ、違う場所がいいんじゃないかなと私は考えておりまして、まあ、外団施設を中止したことによって敷地もありますので、まあ、ここに、まあ、機能拡充しながら付け加えたいなというふうに思っております。まあ、一方でその文化館ですよね、今御社館がありますが、まあ、500点近くアルフォンス御社の作品がある中で、まあ、展示されているのは80数点ということで、まあ、もう少しきちんと活用ができるんじゃないかと、まあ、この時にですね、これはミュージアムを作るということであれば、これはもう大きな計画で、まあ、費用もかかることですから、まあ、民間の協力も得ながらですね、まあ、魅力的になるように、
知恵を絞っていきたいと思っております。あくまでもこれはこれを絶対にやると計画ではなくてですね、あくまでも将来像として考えているところですので、有識者の方々、議会の方々、いろいろと議論をしていただいてですね、こういう方向で進めたいなという思いを表しています。方向ということですけれども、となりますと今の博物館の建物はもう使わない方向で考えているということですかね、2030年度以降は。そうですね、何年持つかということなんですが、2030年の時点で築50年ということですから、もう少し活用できるのかもしれませんが、いずれにしても50年経った時点ではそれが70年100年ということは少し難しいとは思いますので、今博物館の機能が有効に活用できるうちにですね、新しい計画を立てながら移行できたらなというふうに思っています。その後の博物館の活用というのは、現堺市博物館の活用はどれぐらいその施設が持つのかということと、どう活用できるかということはセットで考えていく必要があると思います。で、いずれにしてもですね、このミュージアムで、ガイダンス機能というのが書かれていて、市長ご自身が就任されてですね、真っ先に手をつけられたのが前市長が手掛けてきたガイダンス施設の廃止、はい、で場所もですね、もちろん担うべき機能が大幅に増えているというのは分かるんですけれども、もともとそのガイダンス機能も26億というのが非常に巨額だということで中止した中でですね、ここに今度新しい箱物となるとまたかなり議論を読みそうだと思うんですけれども、これはどういうふうに理解してよろしいんでしょうか。そうですね、今回ビジターセンターということで、まずはゲートウェイ訪問される方の気軽にその古墳群の魅力を知っていただくという意味でビジターセンターを整備します。そしてより深く知っていただきたいところは、博物館で拡充をしていくということを今検討をしております。このミュージアムガイダンスというふうに書いてはいるんですが、古墳群のガイダンスという点では、今このビジターセンターというものを活用することを検討していますので、博物館の機能がここに移って拡充されたときにはですね、今博物館で持っている機能を移してくると、そこにはその古墳の埋蔵物の展示であったり、古墳の資料等もありますので、そういう意味でここには記載をしていますが、同じガイダンス施設を作るということではもちろんありませんし、もともとそのガイダンス施設だけで整備をしてですね、26億円かけて年間のランニングコストが2億円という試算もありましたが、これを行政だけの施設を建てるつもりはありませんで、実施する場合には民間の力を活用しながらですね、きちんと収益を上げてもらいながら運営できるような場所にしたいなと考えています。先ほどかなり費用もかかるとおっしゃってましたけど、この2030年度の、堺ミュージアム等の整備にはどれぐらいの規模の、お金がかかるという想定でこれは組まれているんでしょうか。いや、これはまだイメージとして挙げてますので、実際にどういう機能をどこに付加するかということによってかなり幅はあると考えていますので、こういう、一つイメージを示した中で、じゃあどのようなミュージアムにしていくかということはこれから検討になりますから、費用もその時点で概算が見えてくるんじゃないかと思います。ちゃんとすみません、その下の古墳群関連資料閲覧機能っていうののこの丸がつい、囲まれているのはこれは 現中央図書館に置くという意味なんですかね。そうですね、場所としては位置としては中央図書館の場所を想定していますが、こっちの建物は博物館のさらに10年古い建物ですので、こちらもそのまま建物を使うというのは難しいんじゃないかなと考えています。ただ、今図書館として活用している場所がありますので、今のその中央図書館の機能というよりもこの場所に訪れる方々、堺ミュージアムというイメージもありますので、堺の昔の書物であったりですね、古墳群に関する貴重な書類と資料等をここで集めて活用できないかなというふうに考えています。その場合中央図書館の機能というのはこれは別にどっかに作ることを想定していらっしゃるんですか。そうですね、今、もちろんこれもイメージですので、実際に中央図書館の機能をどこに置くかということは、議論が必要だと考えておりますが、ここで、今のこの中央図書館というのも少し
ペースとしては狭くて、そして移動も、まあ、階段があったりですね、少し中の移動も難しい、バリアフリーにもできてないと思いますので、ここはまあ図書館を、まあ、どうすればより魅力的に市民の方々に使っていただけるかというところで場所は検討したいと思っています。この関係であと最後にしますけども、ガス気球なんですが、昨日、大仙工区で説明会があって、はい、まあ、住民の方の多くがですね、非常に強い抵抗を しておられました。まあ、なんで女子大跡地でやらなきゃいけないんだとか、実験という言い方はいかがなものかとかですね、とうとう、そもそも筋が先に住民の理解を得てからやるという方向を示すべきだとかですね、そういう意見が出されていて、まあ、はっきり言って理解を得られているとは言えない状況だったんですけれども、まあ、市長も報告を得られていると思いますけれども、この辺その住民の理解やどういうふうに得ていくかということと、それも踏まえて現時点で夏の実施という予定については変更がないのか、その2点を教えていただけますか。はい、まあ、私のところに入っている報告では気球そのものに対する反対ということではなくて、やはり、まあ、特に近い場所にお住まいの皆様がやはり、まあ、不安があるという声が多かったというふうには聞いております。まあ、その不安ということに関しましては本当にもう払拭ができるようにもう丁寧に説明をしていくしかないのかなというふうに考えています。まあ、こちらもちろん丁寧に説明を尽くしながらですね、まあ、想定している時期で実施をしたいなというのが私の思いです。その点で丁寧な説明なんですけども、市長がまあなられてやられたことなので、市長ご自身が説明されるのがよろしいのではないかなと思ったんですけれども、その点はどうでしょうか。まあ、今説明を職員化している状況ですので、そのまあ、感触とかですね、実際のその伝わり具合も含めまして、まあ、必要とあらば私もそういうことも検討していきたいと思います。分かりました、ありがとうございます。8月から予定というか、ガス気球は今のところ予定通りなんですか、3月に公募してっていうのは。現時点では、はい、時期はその通りで進めたいなと考えています。はい、それと、重ねてちょっともう一度朝日さんの質問で確認なんですけれども、古墳関連の、施設が境ミュージアムと、あともう一つこの古墳群関連資料閲覧機能の2施設、さらに30年の頃には追加になるんですか。うん、今計画しているのはまずはレストハウスを改修してビジターセンターにすると。でここはまあその時点でも一つあります。そして博物館もこの機能拡充しまして、より深く知りたい方に行っていくと。でそこは今博物館というのはここでは2030年のイメージでは、その機能というのは境ミュージアムに持っていけないかということを考えていますので、まあ、追加というよりもその古墳関連のより、まあ、詳しい博物館機能というものは置けないかと考えております。まあ、一方でその今の中央図書館にもさまざまな所蔵書物がありまして、まあ、境の歴史であったり古墳群に関する資料もあるかと思いますが、まあ、そこをですね特に考古学的な資料であったり境の歴史に関する資料をまあ、集めて収蔵できないかなというふうに考えておりまして、まあ、古墳関連に特化したということではありませんで、まあ、堺のその古墳群を含めた歴史が分かるような場所であればいいなというふうに考えています。質問しているのはね、はい、古墳関連の施設が、まあ、モズビジターセンターが まず、できますよね。はい、でその後、博物館を、まあ、機能拡充というか、まあ、機能を変えて作る堺ミュージアム、それから古墳群関連資料閲覧機能という施設の合計3つ古墳関連の施設を考えているんですかという質問なんですけれども、うん、別にその3つ限定ではなくてですね、これはいろんな大仙公園というエリア全体をモズ古墳群のメロカ発信の場に使いたいというふうに考えていますので、例えばその飲食物販施設であればですね、例えばそのお土産を販売していただいたり、まあ、古墳に関する飲食を
販売していただくと、まあ、それもすごくありがたいなと思いますし、その下に体験型施設というのもありますが、まあ、民間から手を挙げていただいてですね、モズ古墳群のまさに中心となるエリアですから、これはもういくつということではなくて、もうできる限り多く古墳群を実感していただくための取り組みを行っていきたいと考えています。じゃあ逆に境ミュージアムという中にですね、古墳群関連資料閲覧機能が合わさる可能性もあるんですか。まあ、博物館という機能をここに持ってくる場合にはですね、もちろん今の博物館、古墳に関する埋蔵物や展示も多くありますので、そこは博物館の場所を移設するということであれば、ここにその機能は入ってくるんだろうなというふうに思っています。あとすみません、30年度のイメージで、はい、ガス気球の運行って書いてあるのが25年度の施設配置とちょっとなんか場所が違うというかあれなんですけれども、その当初社会実験としては大阪女子大跡地でやるんですけれども、はい、30年度にはガス気球の運行はこちらの大仙公園側に持ってくるという考えですか。まずは試行実施ということで行いますが、この園をかなり大きく広げているのは、じゃあ実際古墳群のより魅力的に感じていただくためにどの場所がよりふさわしいのかということも踏まえまして検討していくという意味で、かなり縁は深く取っておりますので、特にこの場所限定というわけではありません。それとすみません、話違うんですけれども、働き方の関係の部分ですね、前回課長級とか部長級の年齢も若い世代でなれるように見直すということでしたけど、今回係長級が出てきたので合わせてお聞きするんですけれども、はい、なんかその女性職員のその比率とか男性職員のその取得率みたいな、こういうパーセンテージは今なんか出せる数字を、この役職早めに承認できるっていう、この役職のなんか目標があるんですか。この役職の承認の目安というのは、その年齢になれば何人を引き上げるという目標ではありません。女性の役職者管理職っていうのはきちんと目標を定めてそれに向かって行っていきたいと思いますが、能力がある職員、やる気がある職員がどんどんと活躍してもらえるためにその年齢を下げるということですので、まあ、27歳で何人してほしいということではなくて、まあ、そのタイミングで挑戦できる人があれば、まあ、30歳にならずとも、まあ、局長だったら今最年少57歳ですから、57歳にならずとも、まあ、40代で局長ということもできる場にしていくということで、40代の局長を、まあ、5人出すとかそういう話ではありません。あとちょっと心配性なんで聞いてみるんですけど、はい、若い方のその、まあ、役職になっていくのはいいんですけれども、若い方の役職者が増えるとどうしてもその人件費もやっぱりかさむことになるんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたり例えば正規職員を減らしてその非常勤というかそういう方を増やしていって、その全体の人件費は上げないんだみたいな、その人件費としての考え方は何かお持ちですか。人件費総額をどうしてまあそれを補うというか、そのやっていくかという考えは何かお持ちですか。今実は堺市の職員というのは、まあ、かなり人数を絞ってきたということもあるんですが、むしろ採用が難しかったりですね、その役職者になる、まあ、人材がじゃあ十分に足りているかといったらそうじゃない状況にありますので、まあ、今回70歳までキャリアプラスということも考えておりますが、まあ、人件費というのはトータルで必要な仕事であればもちろんそこにお金をかける必要がありますので、まあ、トータルとして絞っていくということは今は考えておりません。ただ、まあ、活躍できる、まあ、ポストがですね、実際にじゃあどれぐらいの部長級の方がいらっしゃって課長級がいてというところは、これはシミュレーションも一度してみたいと考えております。今令和2年度の、まあ、人事のことも今検討をしていますので、今のこの状況というのは今までがなかなか承認が遅かったり、その女性職員の承認ができていなかったりというのもありますから、そこを、まあ、今回人事のことを考える中でですね、まあ、これからのことというのも、まあ、毎年改善ができるように取り組んでいきます。ありがとうございました。池
新聞の塩田です。この世界遺産ロードマップなんですけれども、この、まあ、ロードマップとかエリアコンセプトとかイメージとかっていう言葉が出てきて、このお話全体の位置づけがもう一つふわっとしててよくわからないんですよね。で、要は例えばこれは市としての構想であるけれども確実にやると決まったものではないということなんでしょうか。あるいはその今後これに対してパブリックコメントを求めて意見を吸収していついつまで固めるというそういうスケジュールはどうなっているんでしょうか。今先週グランドデザイン2040を出させていただきましたが、これまでなかなかその点でしか考えられていなかったその堺の政策というものを、まあ、面でエリアとして考えていきたいと、その一端として、まあ、グランドデザインその中のこの大仙公園エリアということで考えております。まあ、実際にそれを、まあ、ビジョンとして一つ、まあ、方向性将来像を示したんですが、実際にこれを計画していく場合には、まあ、きちんと都市計画マスタープランであったり、まあ、将来計画ということに載せていかなくてはいけません。まあ、その計画を進めていく中でですね、パブリックコメントという段階もありますので、あくまでもその今の時点でですね、まあ、副市長もちろん私もそこに意見としては入っていますが、まあ、職員の中で町内で考えた将来像ということでお示しをしていますので、まあ、これもですね、ぜひ議会でも内容検討をしていただいてですね、可能なものから調整ができたものからですね、実際に計画として上げていきたいなと考えています。これ議案として出すということなんですか、議会に。いや違います。出すのはその計画とかですね、そういうものはお示しをする必要があるかと思うんですが、今の時点ではあくまでも町内で考えている将来像として捉えてもらいたいと思います。続けてすみません、働き方改革の例えば何でしょう、障害のある職員の支援、チャレンジ町内に設置ってあるんですけども、これはいつまでにどんなものを作るということなんでしょうか。うん、今、詳しくはありますか、計画は。来年度に、人事部内にチャレンジオフィスを設置いたします。で、来年度のいつですか。6月頃には、はい、できるようにしたいなと思ってます。具体的にはどんな機能を持たせるんですか。ジョブコーチをですね、別途雇用いたしまして、ジョブコーチを中心に、同じく障害を持つ方、をですね、チャレンジ雇用として、雇用いたしまして、でその方々を、働きながらこう支援していくというような形の、場所を新たに設けたいなと思ってます。すみません、この女性職員の役職比率向上とか目標はいいと思うんですけれども、そのために具体的な手立てっていうのがあんまり説明がなくてですね、そうすると現場では多分数字のつじつま合わせみたいなことも起きかねないと思うんですよね。だからもうちょっとその何でしょうね、どうやってこの比率を上げるのかというのをもうちょっと詳しく説明していただけないですか。まあ、これまでもそのプロジェクトチームを組んで、まあ、女性職員の方々で話し合われたりいろいろと計画は練られたみたいなんですが、ただそれでもなかなか比率は上がっていないんですね。なのでここは、まあ、これまでのその姿勢というのはどうしてもその目標を定めるんだけれども、結局その達成できないことが多くあってですね、定めるのがゴールみたいになってしまってましたので、ここはもう絶対に実現するんだと、これはもう強い私の思いで行っていきますので、まあ、このためにじゃあ何が必要でですね、どういうことから挑戦していけばいいのかと、これ令和2年度でこの 30% 20% だったらまさにその釣りすませになってしまうと思うんですが、まあ、令和5年度という4年間の目標でもありますので、まあ、その間にですねきっちりと職場環境の整備もしながら、まあ、どうすれば増えていくのかという取り組みを進めていきたいと考えています。まあ、今の時点でそのこれをやれば絶対いいという魔法の杖みたいなのがあったらいいんですが、まあ、そうではありませんので、まあ、ヒアリングもしながらですね、もうその女性職員の意欲とそして男性職員のその理解というものも両立できるように体制を取っていきたいと考えています。
読売新聞の浦野といいます。堺ミュージアムの関係で、ちょっと教えてもらいたいんですけれども、特に、その大きな、施設ができるのかなと思って聞かせてもらったんですけれども、ここに、場所的にもですね、古墳に近いというところで、例えば前の施設で想定されてた展望デッキですね、このようなものは今のところこう市長の念頭にはあるところなんでしょうか。いや、展望機能についてはですね、気球の運航というのを今目指していますので、そこでカバーというかその機能を満たすことができるんじゃないかなと思っていますので、そのミュージアムとしてどういう機能が望ましくてですね、市民の皆さんに堺のその優れた肖像品であるとかそういうものを見ていただけるかということを念頭に考えたいと思いますので、以前あったガイダンス施設を、特にそれがあったから同じようにするということではなくてですね、また新しくあるべき姿というのを考えていきたいと思います。なんでこんなことをお聞きしたかというと、確かだいぶ前の会見でそのコストの面から中止しましたという話があった中で、代替機能としての気球というのが話があって、でそこの跡地についてはごめんなさい、私の記憶では箱物についてはあまり考えられていなかったような受け止めをしてたんですけれども、ここにまたそういったものができるんであれば、近いところであれば展望デッキがあってもいいんじゃないかっていう議論にまだなってしまうのかなとちょっと聞きながら思ったんですけれども、以前の計画は、行政がもちろん国の補助金もあったかもしれないですが、基本的にはその民間というよりも、もう行政、主導で行っていくということでした。で今回は、民間の力を取り入れながらですね、ちゃんと民間にも収益を得てもらう形で、行政の支出がなるべく少なくなるように組み立てていきたいと思っていますので、もしその民間事業者が手を挙げていただくところがあって、提案していただくところがあって、その展望デッキがいいということであれば、それはもちろん妨げるものではありませんので、そこは行政の独りよがりにならないようにですね、きっちりと民間さんとも話をしながら進めてきたなというふうに思っています。あと先ほど行ったり来たり働き方のところでこれは確認なんですけども、目標は定めてはいるんですけども、特にこの大阪市さんなんかはこう男女で割り当てっていうんですかね、昇給する人の割り当てっていうのをけん判断材料に入れていらっしゃるようなんですけれども、今の市長の考えではそこまでは考えてはいらっしゃらないということなんですかね。実際にその承認 したくない人を無理やりその上げるということはどうしてもできませんので、もちろん本人に意欲があるやる気があるということが前提ではあると思うんですが、これまでの私もその男女の承認の比率を確認するとですね、特に管理職では圧倒的に男性の方が多いと、一方でその女性職員はその同じ役職に、5年や6年、9年10年という方もいたかと思いますが、その男性がどんどん昇進していて女性がなかなかしていないという状況も、私の方ではそういうところもあるのかなというふうに感じました。ですから、今回ですね、その無理やり上げることはできませんが、もちろん女性職員で、意欲があってやる気があって、その適材適所という面で役職についていただけるのであればどんどんと後押しをしたいなと思っています。あとごめんなさい、また戻って堺ミュージアムの件なんですけれども、先ほど、問いの中で、建て替えよりは、移設の方が望ましいという、お話があったんですけれども、そこ その、建て替えよりも違う場所がいいと考えているという、ここは どういう理由に基づいてそう考えになられたのかなというと、今の場所というのが池の真横にありまして、この場所でですね、もう一度その建て替えということになるとかなりその建設的に難しいんじゃないかと、合わせてその
大仙公園のエリアの大仙公園の中にもですね、あの古墳、世界遺産に登録されている古墳もありまして、まあ、ここをもう一度じゃあここで工事をするということよりもですね、まあ、今敷地がある吉田屋の跡地の方が、まあ、このあくまでもイメージですが望ましいんじゃないかということで、まあ、2030年の想定では博物館はここではなくミュージアムという形で吉田屋の跡地ということを想定をしています。もともとガイダンス中立された時の、その、この女子大都市の活用については、当初は、市長としてはどのようなものを念頭に置かれていらっしゃったところだったんでしょうか。まあ、活用のオプションというのは多々あるなと思っていたんですが、ただ、もう行政だけでですね、もうその箱物を行政主導でやるということは、もう避けるべきだろうなというのはもうありました。ですから、ここは、まあ、もともとガイダンス施設も、その民間と複合施設のことはできなかったのかなというふうに思うんですが、まあ、ここに関しては、まあ、就任後いろいろとその大仙公園の状況も見ながら、まあ、老朽化している施設のことも考えた中でですね、まあ、市民の方からも美術館を、まあ、用意してほしいと作ってほしいという声も寄せられていました。さまざまな面を勘案して、これは、まあ、当初からこれ絶対にミュージアムを作るんだということじゃなくて、まあ、世界遺産登録後就任してからですね、まあ、こういう形が望ましいんじゃないかということで、ミュージアムということで設定をしました。ありがとうございました。池野市長です。この今の2030年度のイメージで、堺ミュージアムというものができてですね、そこにまあミュージアムの作品がもう展示されるということになると、それはその堺市としては、堺市立としては今までなかった初めての美術館が誕生するというご認識ですか。まあ、美術館と博物館の違いは何かというのを私もこの間少し調べたんですけど、博物館の一部の機能が美術館であるということです。で、これをじゃあ堺ミュージアムをミュシャ専門のミュシャだけのものに美術館にするかというと少し難しいだろうなというふうにも考えておりますので、もちろんその貴重なミュシャの作品の数々については、まあ、今展示している文化館よりも、まあ、機能拡充をしてですね、多くの市民の方、来訪者の方々に親しんでいただきたいなと思うんですが、まあ、それ以外にたくさん、まあ、堺にお寄せいただいた収蔵品、寄贈品がありますので、まあ、貴重な堺の所有する作品の数々を見ていただけるような機能にしたいなと。そこはもちろん芸術作品については美術館ということもありますし、例えばその古墳に関する埋蔵物であったりヒストリックカーということであれば博物館ということもあります。世界で見てもルーブル美術館はですね、美術館と名前ついていますが、まあ、本当に博物館的な機能だと私は思っていまして、まあ、そこは一つその博物館美術館という名前を付けなかったのは、まあ、ミュージアムという形ですね、両方合わせ持った博物館の中にも美術品があるということで考えたいなと思っています。まあ、これもイメージですので、まあ、これからどういうあり方がいいのかということについては、さまざまな方に意見をお伺いしながら方向性を決めていきたいなと思っています。すみません、20代から課長級になれる承認試験の見直しなんですけど、この、まあ、若い人がチャンスが増えるのはいいと思うんですが、この例えば現在40歳の方がいらしたとしてですね、よし来年試験を受けて係長を目指すぞって言ってる人が突如道を断たれちゃうわけです。これ39歳までっていうことは、その試験というところは39歳なんですが、試験ではない選考がありますので、あくまでもその試験を受けられる期間というのは39歳までですが、40歳になったからその断たれるというわけでは全くありません。選考できちんと承認していただきます。試験を受けないで選考でも、課長になることは可能、はい、可能です。ちょっと詳しい対応で説明していただけますか。はい、現在もですね、係長級の承認試験は、44歳まで受けれるんですけれども、45歳以上は、承認選考でですね、評価で、承認しているケースはございますので、50代でも係長に承認するケースもございますし、あくまでその試験を競争試験という競争という形で試験を受けるのが、この27歳から新たに39歳までっていう枠になるということだけです。
あ、すみません、時事通信です。先ほど古墳サミットを来年度に開きたいという話があったんですけれども、はい、具体的にどういった内容のサミットを想定されているんでしょうか。そうですね、世界遺産に登録されて7月で、丸1年ということになります。で、全国にあまたある古墳群の中でです、古墳の中でですね、その元富士古墳群というのは、大きさからしても1、2、3位というところが集まっているので、そういう価値も含めて世界遺産に選ばれたんだと思いますが、これをですね、この堺市、羽曳野市、藤井寺市、その地元だけじゃなくて、やはり古墳群は本当に日本全国の文化だと思いますので、共感をしていただきながら、他の古墳群がある古墳がある地域、県や市とも連携しながらですね、よりその日本の古墳文化を発信していきたいという思いで、今回古墳サミットができないかということを検討をしています。まずはいきなりその全国というのだとかなりそのパワーもいりますので、今世界遺産推進本部というのがありまして、これから魅力づくりの方に、大阪府と地元三市が協力しているチームがあるんですが、そこを中心としながら、まずは大阪、関西、この辺りに古墳はとても多いエリアでもありますから、まずはその地元近くから発信をしていって、広げていきたいなと。毎年規模が拡大できるように、多くの方が古墳により魅力を感じていただけるように進めていきたいと考えています。ちょっと発表案件とはすみません違う話でも恐縮なんですけれども、最近新型肺炎というのもずっとこれまで進んできていまして、それに対して一応自治体の向けの医療機関向けの情報というのを今厚労省が出しているかと思うんですけれども、これに対して他の自治体とかではちょっとその分かりづらいんじゃないかという不満も出ているということなんですが、堺市としてこの厚労省の自治体医療機関向けの情報発信ということについては市長としてはどのようにお考えでしょうか。そうですね、新型コロナウイルス対策については週末も含め毎日その状況確認をしながら、万が一の対応に備えている状況でありますが、今私のところにはその担当者から特にその内容が分かりづらい、こうした方がいいんじゃないかということは上がってきていませんで、堺で準備をしながら対策を練りながら行っているという状況です。今担当者いますか。どうですか、何かその国からのやり方で分かりにくいとかそういうのもありますか。現在の報道につきましては、大阪府の方で一元化して行われているところでございます。大阪府保健所設置時ということで、大阪府内の取り組みにつきましては、すでに連携会議の方で疑い事例の情報共有等の体制については確認済みということで、特段本市の方で市民の不安に対応する報道というものは、現時点においては考えていない状況でございます。以前そのお伺いした際には、その堺市でその検査ができないと、検体が集まっていないということで、そういうちゃんと 市でも検査ができるような姿勢にした方がいいんじゃないかというふうな意見があったと思うんですけれども、そういったことについては今どうですか。はい、今衛生研究所でその体制はもうできておりますので、以前のその内容というのは解消されています。その第2回以降 その新型ウイルス肺炎に対する対策会議というのは今後も行われていくんですかね。そうですね、最初 その会議体としてはそれ以降は開催をしておりませんが、毎日その打ち合わせとしては副市長、そして危機管理官、福祉、健康に関する部署含め打ち合わせをしておりますので、今堺市内においては感染者は見つかっていない状態ではありますので、今はその方向に沿ってですね、方針に沿って毎日その入ってくる情報を精査しながら対応に備えているという状況です。大山の方なんですけども、さっきの堺ミュージアムなんですが、いろんな機能を盛り込むというお話があったんですけれども、あそこ高さ規制が一番厳しいところでですね、そのこれだけの機能を盛り込むとものすごい平べった大きな施設作らないと入らない
のではないかというふうに思うんですけど、これはそれも当然前提の上で、あのエリアをかなりフルに使うような大きな施設を作るっていうことなんですか。うん、まあ、高崎生というのはこの緩衝地域で、ありますから、もちろんそこは遵守する必要があるというふうに思っています。まあ、この中で書いている、まあ、未著作品というのは置きたいなと思っているんですが、ヒストリックカーについては今は大阪市内の施設に貸し出している状況で、まあ、これも、まあ、契約期間というのはまだ残っていますので、まあ、今後どういうふうに活用できるかと。ただ、まあ、堺市が保有している所蔵品だったり寄贈されたものというのはもう活用できたようなものが多くてですね、多くは倉庫に眠っている状況なんですね。ですからここはもちろんその高さ制限だったり敷地の活用というものは考えた中で、まあ、可能な限り魅力を発信できるスペースにしたいなというふうに考えています。ここに書いているものを全部盛り込んでぎゅうぎゅうにするということも無理してやることはありませんので、まあ、これからその実際に、まあ、この場所でミュージアムがいいのかどうかというのもこれも、まあ、議論の余地があるところですので、まあ、検討していく中でですね、まあ、市民の方々、来訪者の方々に魅力を感じていただける施設にしたいなと思っています。わかりました。あと議会前の最後のあれなどお聞きするんですけれども、3人目の副市長の起用というのが、保留のままだと思うんですが、今議会にその調停を考えていらっしゃいますか。うん、副市長お二人7月に就任をしていただいて、堺市の副市長の定数は3人ですので、まあ、今本当にお二人の副市長よく仕事をしていただいておりまして、私も助けられています。まあ、一方でですね、まあ、負荷ももちろんお二人にかかっていますので、どういうポジションで所管の業務をしていただいたらいいのかということを今検討をしています。まあ、現時点でその次の議会にということは考えておりませんが、まあ、早い段階でぜひ検討を進めてですね、3人目の副市長についていただける方を選定したいなと思っています。現時点で考えていないというのは3月27日までの今議会にはちょっと難しいということですか。うん、まあ、今検討している内容というのがどういう方向で進んでいくかということもありますので、うん、今の時点でも出すと決めているわけではないということですね。わかりました。すみません、日経の塩谷です。ガス気球なんですけれども、まあ、この8月から、まあ、社会実験を始めて、まあ、1年やりますよね。でそれは今の女子大の跡地でやるんだと。でもこの2030年度のイメージだと、その堺ミュージアムなるものが女子大の跡地に来るんだろうということになると、気球を別のところで上げるんだということになって、しまうわけなんですけれども、そうするとですね、また周辺の住民とかですね、あるいは環境への影響とかって、もう一度その あのアセスをやり直しみたいなことになりかねないと思うんですよね。これは女子大の跡地であれば、仮にですけども、1年間やって住民の理解も得られた、あるいは課題についてはこういう対策を打てばということで、最終的に住民の合意が得られれば、その後引き続き同じ場所で、本格的な運営ができると思うんですけど、場所変えちゃうとまた振り出しに戻っちゃう可能性があるんじゃないかというふうに、寄与するんですけれども、しかしそこに堺ミュージアムを作っちゃうってもう決めちゃうと、もうどっか移らなきゃいけないってことになって大丈夫なのかなっていうのは正直思うんですが。はい、まあ、今回その気球の施行実施ということをさせていただいてですね、その間に、まあ、どの場所が古墳群の見え方も含めてですが望ましいかということはしっかりと検証したいなというふうに考えています。この女子大の跡地というのはかなり広いエリアでして、まあ、今回気球の試行実施をする場所以外にも広大な、もともと大学あった場所ですから広大な敷地がありますので、まあ、ここはミュージアムができたとしてもですね、同じ場所でじゃあできないかというと、それは選択としては可能だと思うんですね。ただまあその場所を決め打ちというわけではなくて、まあ、広いエリアでまあ、どうすれば気球を楽しんでいただけるかということを検討していきたいと思っていますので、まあ、選択としてはさまざまあるかというふうに思います。堺ミュージアムができても同じ跡地で気球も両方できると、両方する、そのミュージアムの規模にもよりますが、それは不可能ではないと思っています。ありがとうございました。よろしいでしょうか。
共同通信の三村です。職員公募の件でお聞きしたいんですけど、この広報戦略専門官が、プロフィールが現時点では公表しませんと書いてあるんですけど、これいつ公表になるんでしょうか。ご本人の希望ですね、はいはい、今 の, その職場との関係もあって公表しないでほしいというご本人の希望がありますので今公開できません。4月1日 の, 着任後はもちろん、はい、そうですね。あと中西さんが東京都在住ということで、ちょっと社会に関連があるのかわからないんですけど、お二人はどのような基準で選ばれたのかについて伺えればと思ってます、うん。ちょっと待ってください。はい、私も実際にプロフィールも見せていただきました。これまで長い間ですね、15年ですかね、民間のシステム会社で、情報システム開発に従事されているということがあって、他、これは内容はもうお伝えしても大丈夫ですね。これまでの経歴。はい。はい、鹿児島県庁奈良市役所でですね、CIO 補佐官ということも自治体のシステムについても詳しいということもありますので、まさに適任じゃないかということで、選考させていただきました。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございました。